はい、どうも、皆さん、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして、モッティーです。よろしくお願いします。ということで、いよいよ、スプラトゥーンが、大型アップデートされましたので、ちょっとまあ、その辺のね、実況をこれからおかしかしやっていきたいと思ってますが、まずはいつも通り、新しい武器が追加されたのでね、紹介したいと思います。スピナーですね。まあ、いわゆるガトリング系の武器だ、みたいなんですけど、まあ、かなり強い武器じゃないかという感じなんで、早速撃ってみましょうか。いきますよ。せーの。ドーン、ドーン、ドーン、ドーン。快感。じゃあやりましょうか。はい。ということで、よいしょ。ちょっと待ってくださいね。ですね、このバレルスピナーですね。バレルスピナーはですね、サブがスプラッシュシールド、スペシャルがトルネードということで、まあ、うまくスプラッシュシールドをパッて買った後に、一気に貯めて、一気に撃つという感じですね。で、わりかし塗り性能がかなり高い武器なんで、まあ、かなり縄張りバトル向きなんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあ、チャージして、しばらくね、で、遠距離も結構いけるからね。わりかしね、強いんじゃないかなって、ちょっと個人的に思ってます。はい。ということで、さっくりとりあえず S ランクに上げまして、まあ、ここからやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。よいしょ。ね、まあ、ガチマッチの方は、ちょっと本気でちょっと S プラス狙っていくのをまず一番最初にやりまして、で、また新しい武器とかいろいろ使っていけたらいいかなというふうに思ってます。はい。じゃあ、まあ、とりあえずね、武器紹介編ですから、この武器をがっつり使ってやっていきましょう。ちなみに、練習場でいろいろやってますけど、あ、これちなみにあれですよね。あ、すごい、やっぱみんなバケツ使ってる。みんなこれ みんなこれだわ。オッケー。これちなみにあれなんですよね。侵略イカ娘っていう、なんだ、アニメか？アニメがあるんですけど、それのなんか、カラーが新しくこれでまたアップデートで追加されたらしくて、で、なんかアイテムもそう、あるんですよね。あ、待って、やばいやばい。それやばい。それやばい。よしよし。とりあえず、これはこうして、これが多分ね、まあ、割と基本的な立ち回り方なんじゃないかな。倒せない？倒せない？届かない？意外と届かない。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 あ、ちょっと、割と意外と届かない。はぁー まああれですね、弾自体は、なんか5発だか6発だか当てないと、まあ倒せないんで、割と対面はやっぱきついから、やっぱそういうことでやっぱスプラシールドっていうのはかなり大事になってるのかな、みたいな感じですよね。ちょちょちょ、邪魔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 。ここ、いる。いやー、微妙にね、微妙に足りない。はい、イエー。おー、意外とあれだな。俺も正直なこと言っていいですか？いや、ぶっちゃけもうちょっと俺強い武器だと思ってた。意外とそうでもなさそう。なんか、あれーっつって。いや、まあまあね。まあ、使い方がそんなにっていう感じなんだろうね。あ、射程がそんなに長くないんだな。チャージャー系に比べて。そこだな。なんかいるんだが 当たる。届かない。ちょ。ちょっと、動作邪魔すぎるだろ、今の。明らかに動作邪魔すぎるだろ、マジで。動作いなかったら普通に持ってきてるやん、マジ。なるほどね。結構難しいな、これ。普通になんかもうちょっとガツガツいけるかと思ったらそうでもないですね。割とあと弾が散弾しちゃうんですね。まあ、しょうがないかなってことですけど。よし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 。4発ぐらいか。あ、で、意外といる。見えてるんだよなぁ。 わぁ、惜しいね。惜しいな。これね、で、使ってて思うのはね、スクイックリン系が使いやすい人は多分、この武器めっちゃすごい好きなんだと思うんですよ。そう。で、やっぱチャージするんで、チャージャー系かなっていう。で、あとそんなにやっぱ小回りもあんま効くわけじゃないんですけどね。でもやっぱこれだけ塗れるっていうのはでかいですよね。やっぱチャージャー系で。それだけでもね、価値はあると思うんですよ。ほんと、この武器自体。そう。ただ、やっぱそっち系の武器は、あんまり慣れてないよねっていう。 苦しいのはね、やっぱ、あと苦しいのは、やっぱ、打ち合いになった時に飛べないこと。それ結構辛いですよね、やっぱね。あと、やっぱ、ある程度はやっぱ近づかないといけない。いやあ、これは。なるほどね。まあ、ちょっとダイナモ感もあると。はい。ちょっとまあなんか使い慣れるにはかなり時間がかかりそうな武器ではあるな、という感じですかね。まあ、派手だからね。派手だからだいぶその辺が、
やっぱ見た目的にはすごい楽しいんじゃないかなっていうところですけど、ロッキール6です明らかに僕だけちょっとなんかルール違ってますけど、立ち回りが。うん、なるほどね。そっか、だからもうちょっとやっぱだからちゃんとしっかりシールドを使っていけるようにこううまく頑張っていきましょうか。はい、じゃあちょっと目標ができましたね。シールドをうまく使うってことと、なんだろう、まあ塗りはもちろんしっかりやっていかなきゃいけないんだけど、縄張りバトルなんで、まあどっちかっていうとこううまく敵と真正面にならないってことかなね。やっぱこう切り取るのにだいぶ時間がかかる系の武器なんで。そっか、ぴょんぴょん飛べないのか。そうだよね。だから相手今ゴニガロンデコとかだったんで、ゴニガロンデコと真正面でプロモデラーで打ち合って勝てるかって言ったら勝てないからね。そういう感じなんだけど。うわー、みんな死ぬ気。うわー、すごい。おー、行こうか。やっぱみんなこれやるよね。うおー、全然濡れてない。あ、ちょっと待って。新 BGM だよ、これ。ちょ待って。ちょ、音。なにこの BGM めっちゃかっこいいんですけど、めっちゃかっこいいんですけど、ドド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 ドみたいな、まあ、とりあえず塗りつつ、あ、やばい、死ぬ。どこ、あー、全然見れてなかったみたいな。おー、いいね。なんかこう新 BGM もなんかね、2つぐらい追加されたらしいですよね、確か。なんかあのいわゆるあの新しい CM ソング、あ、そう、 CM 見た、弾いてくやつ、弾いて、それをチャージャーが打って、で、それをシューターが打って、みたいな、あの CM。あれの BGM もなんか追加されたみたい。でも、もしかしたら、この動画中に、出てくる可能性はある。やべ、超使いづれ。いや、スクイックリン系だな、やっぱり。あ、いるのに、そこね。倒すよ、それ。当たるよ。どこどこ、あ、倒せないんだ。意外とやっぱだから、あれですね。なんか、あ、なんかいる剣について、いる剣について、そこにいる剣についてーはい。おーいや、無理。いや、これむずいな。いや、マジむずいよ。え、マジで、ちょっと歴代の中で、新武器の中で一番難しいかもしんない、俺、これ。マジでわかんない。いや、なんかだよ、立ち回れてる風に見えて、全然立ち回れてないんですよ、俺きっと、おそらく。おそらく、ちゃんとできないのよ。いや、だからこそやっぱ楽しい。やっぱね、今まで、やっぱこうね、結構ここ最近のアップデートってさ、あ、この武器の新しいサブね、みたいな。いや、ちょっと出すぎだ。ごめん、出すぎました。もうちょっと引かなきゃいけなかったですね。そう、あとシールドも若干強化されてるんですよね。なんか若干高さが出たっていう話を聞いて、なんか本当にもう気持ちなんですけど、やっぱそこら辺が、あ、これがな、よし、うまい、よし、うまくないんだよな、別に。別にうまいわけない。いやー、これくせ。はいー、いいね。割と高いとこから行った方がいいのかな。結果的に、どこいるよね、その辺。いるよね。俺見えてたよ。どこどこここ、これいないです。いないことをしっかり確認しつつ、結構来るな、やべえな。割とこいつの圧力半端ないな。なんか全然自分は圧力かけられてないけど。でもこうやってさ、じゃーん、うまい、ナイス、口で言っていくプレイング。この辺にボトボト落とすと、なんか若干ダメージ入るんじゃねえのみたいな風潮。あ、やっぱでも、もずくはやっぱ濡れますね。なんだかんだね。よし。どうだ、だいぶいいんじゃないか。トルネード天国、そして。なるほど。おー。やっぱ塗り武器だね。うん。ガチ武器っぽくはないわ、なんか雰囲気的には。塗り武器。これ縄張りバトルですよ。ね、あ、そしてこのね、勝利のポーズ。かわいい。あ、1237。ってことは900?937? あ、じゃあまあ、ね、濡れるんだね。やっぱ結構こう、なんだろうな、まあ、キルが取れないのが若干こう、もどかしさはあるんですけど、僕個人的にね。まあ、ガチマッチの方が好きなんで。でもまあ、ね、これだけ濡れて、まあそこそここう、うまく牽制してけってね、ね、で何よりやっぱりこう、相手にした時にすごい圧力があるんで、うわぁ、バレルだーみたいな。うわぁ、バレルスピナーだ、超怖えみたいなのがあるから、割かし、ね、いいかもしれないですね。ただ、熟練は必要と。おー、なるほどね。楽しい。ちょっとまあ、あと2000ぐらいちょっとやってみましょうか。なんだろうな。割とじゃあ、高いところから狙っていけるのが強いと。
じゃあちょっと上から回ってきます。うわーすごい、なんかいろんな L3 がいる。うわすごい、なんかカラフル。なんか結構最近の新しい武器いっぱい追加しましたみたいなね。そう、あと割とねあれなんだよね、縁もそこそこいるから。北斎よし。北斎貫通する。ほらー北斎来るだろこっち。あーかかってこいよ北斎よ、北斎さんよ。おい北斎さん、北斎さん手も足も出ねえだろ。ああ北斎よ。おい北斎よ、あ何したいんだよ。おいやべインクがない。ちょっとすいません戻ります。楽しいね、楽しいね、楽しむ系の武器かもしれないですね。よし、はい、せーの、はい。やっぱ確かに高いとこから雨降らされたら動きづらいは動きづらいですからね。やっぱ結局ね、それは別にどの武器でも今までも。どこ、この辺いない、後ろ。まあそれだけでも価値ありそうですね。なるほど。そう、あとそういえばまたちょっとあのね、イカ侵略イカ娘で思い出しましたけど、あのなんかイカ娘の新しいギアがまた追加されたみたいで、でなんかね、あの買えるみたいですね、ランダムで。僕お店さっき行ったんですけど全然何も置いてなかったっ、ね、なんだっけ、足と靴みたいのと、うわーん、相打ち、相打ちか、相打ちか、うん、靴となんかイカのそのなんていうの、あのなんか看護師さんみたいなキャラクターなんでしょう。見た目はね。絶対怒られる。腹にイカ、侵略イカ娘知らねえのマジでって言われそうなんですけど。なんかね、そういう雰囲気じゃん。ナースっぽいじゃん。なるほど。先に見つけたもん勝ちだと、やっぱり。むずいなぁ。むずいっすね。あ、届いた。届いたけど、いやだって絶対そこ有利じゃん。よし、俺がいただきました。はい、俺がいただきました。いやー無理。ちょ、そっち行って、ちょ、よし。いるかなー、横かよね。あ、ちなみに、明日はバケツです。明日バケツなんでね、あバケツ回も楽しみにしてください。ちょっと個人的にはどっちかっていうと僕バケツの方が期待してるんで、期待度高いんで。で、ちょっとバケツの方が多分使いやすさはね、明らかにバケツの方があると思いますんでね。まずぜひ期待していただきたいと。なんかあんまりあれだな。なんかうまく立ち回れねえんだよな、そっちは。よし、いいよ、順調。まあね、ちょっとね、本格的にまた、あれじゃーん。恨んでたな、俺のこと。俺のこと明らかに恨んでたな、あの北斎。まあ確かにうざかっただろうな。しゃあない。あとここ?ちょっと頑張れ。加勢する。ダメだった。難しいなぁ。あ、楽しいですね。はい。いやぁ、いいな。ちょっとラスト一戦、ちょっともう、あとは、なんだろうな。一通りもうね、使い方はなんとなくできたからね。あとはじゃあちょっと本格的に勝ちに行きますか。ちょっと楽しむだけじゃね、楽しむだけじゃ実況動画にならないですよね。やっぱり勝たないといけない。勝たないといけない。648か、全然濡れた。狙いにいっちゃいけないんだなぁ、やっぱり。狙いにいっちゃいけないんですよね。そこなんですよね。いや、倒しに行きたいなぁ。なんか、どうにかなんないかな。どこが一番向いてるかね。Bバス?高台といえば Bバス。モール。アロワナモール。アロワナモール結構強そう。あとね、ちょ、チャージャーの相手してみたいんですよね、個人的に。チャージャー、対チャージャーがどういう動きになるのかっていうのをね、調べてみたいなっていうのもあるんだけど、まあ当たらないかなぁ。どうなんだろう、チャージャー、だ、射程的にはあれなんですよね、スプラチャージャーぐらいだからね。あ、モズブか。ちょ、勝ちに行こうか。勝ちに行く、つまり塗りに行くってことになったら。はい、いいね。あ、チャージャー味方に来ちゃった。あー、味方に来ちゃった。あ、なんかいる!イカ娘おる。うわー、マジ、超羨ましいんだけど。え、めっちゃ羨ましいんだけど、イカ娘。超羨ましいな、いいな、イカ。俺、イカ娘こす。よっしゃ!全部集めんの、どのぐらい時間かかるんだろうな。あ、ちょっと待って、これ。あれ?また新 BGM? あ、2種類じゃないんだ。3種類なんだ。すげえ、ピコピコ。いないいない、こっち来た。うわー、ぶね。結構ギリだな。
この曲俺結構好きかもしんない。トゥ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 ルトゥ L3 ね、 L3 ね、はい無理だなあってもシコラには勝てなさそうですね。はいはいはい、なるほどなるほど。あ、来たバケツマン、バケツマン来た、バケツマン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 には勝てる。そう、バケツマンとバレルは完全にバレルの方が多分勝てるんで、しっかり距離だけ詰められないようにしておけば。なんでまあそういう戦い方をすればいいと。はい。よし。いいなぁ。なんか、あれですね。これさ、ちなみにさ、この BGM って、あ、ごめんなさーい。この BGM どうなんだろう？ガチマッチとかでもさ、流れんのかな？なんかすごいピコピコしてるけどさ、割とファンシーすぎてさ、なんかガチマッチには合わなさそうですよ。縄張りバトルはこの音楽すごいいいかもしれない。割と結構、こう、固めな音楽多かったじゃないですか、今までのスプラトゥーンって。まあ、そう考えると、はい、L3!L3!L3!L3 どこ？よしよしよし、1個。1個。いいよいいよいいよ。で、はいはいはい、ボン、まだまだまだ、後ろにいたー。L3、後ろにいたー。ずーっと見失ってたの、後ろにいたー。リールガン、そんなね、やっぱ、あんまり、なかなかね、難しいとこありますよね。よし。リールガンには勝てると。リールガンには割かし、勝ちは拾いやすいですね。ってことは、まあだから、最上位武器には、くっそ、マジ。あ、頭だけじゃねえかよ。なんで、普通のポロシャツじゃねえかよ。なんだよ。なんだよ、頭だけかよ。もう完全に見せくじゃねえかよ。ふざけんなよ。なんだよ、なんか。あれじゃないですかね。なんか、コスプレしてて、頭だけコスプレで、右。はい、見えてます。なんか頭だけコスプレしてね、なんか下はおっさんみたいな。なんかずるいんですよ、そういう、なんか見せ。よしよしよし。ちょっと、あれかもしんないね。頭の方、足元ってよりは頭の方狙ってった方が、良さげな気はしますね、今ね。もう見た感じ！俺は死ぬ。はい、俺は死ぬ。俺は死ぬ。わかってた。よし、まあでも綺麗に勝てましたね。オッケーオッケー。はい。っていう感じの新しい武器でございましたよと。まあまとめとしては、まあ、やっぱり塗りはすごくいけると。で、トルネードもあるんで、まあかなり癖っ気強い武器ではあるんですけど、使い慣れたらかなり奇襲として使えるし、まあ動けるチャージャーとかね、スクイックルっていう意味合いがいいんじゃないかなというふうに思います。まああとは頑張って練習しましょうというところですね。まあ殺傷能力はお察しですが、というところでございました。はい、ということで明日はバケツお楽しみに。以上モッティでした。バイバイ。